とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。タワー報酬、これが出ました。撮影してない時に限ってなんかね、ちょっといいやつみたいなのが出るんだよね。ツタの鞭ですね。黄金で、旋風の2がついてるのよ。3だったらもっと良かったんだけども、まあ、2でもそこそこでしょう。うん、多分251の旋風3よりもダメージはあると思う。でエンチャントで一番左が衝撃波で真ん中を虚無、一番右を輝きが無難かなと思うんだけども、一番右をガードストライクにして真ん中を輝きにしてもいいと思うんだよね。それで、防御特化みたいな感じになるのでなかなかいいんじゃないですかね。ちょっとこれを使ってみましょうか、今日は。これをどんな感じなのか使ってみます。それでは使っていってみましょう。エンチャントこれにしてみました。衝撃波、虚無の輝き。だね。これでいきます。で、防具に、毒フォーカスが入ってます。毒が入ると、まあ、ダメージもそこそこ上がるんではないでしょうか。で、冬の指先のクールダウンショット構成のやつで、あと、キノコと、ホルン、です。どうだろうね。足遅い。足が遅い。いつもね、イカの防具でやるから、足がね、速いんだけど、これ微妙じゃない?でもまあ、まあ、まあ、そうかそうか、トゲが入ってたからか、今のは。敵にトゲが入ってたから、あんな感じだったね。なるほど、なるほど。火力悪くない。火力はね、全然ある。使っていける感じではあるね。はい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 。旋風のダメージは若干、危ね。やば。変更くっついてるやつがいるな、もう。これはまずい。でも、コーションバリア抜けた。もういけたね。いけるもんやね。なんか、健康持ちが多い気がするんだけども。よし。ホルン。ホルンで、敵の動きを遅くしてと。なるほど。これに、力のポーションが入ると、そこそこいいんじゃない?一発400万で、で、毒ダメージも、毎秒どんぐらいだ ?400 万ぐらいか。ダメージはね、相当なもんがあると思います。なるほど。これね、重力欲しいかな。重力が欲しい。いや、強い、強い、強いよ。強いんだけども、これはね、衝撃波はいいけど、旋風が、そんなに意味をなしてないかな。そこまで敵を近づけるような装備じゃないんで、旋風がいまいちだな。旋風を重力にすると、だいぶ使い勝手が良くなりそうな気がする。重力重要だな。下の道には。そうかそうか。演者自体は全然悪くない。虚無がちょっといらんか?この攻撃ショットだから、ここまで虚無の意味がないのかもしれませんね。ならばもう、ガードストライクと、輝きを入れるか。なら、最初に囲まれたような場所、ああいうところでも、対応していける感じだね。はい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 。じゃあ、ドラをつけていこうか。ドラの前に、一度、パワーポーションを出して、いいね、これでいいね。これで、あとはドラを装備して、行ってみましょう。そこそこだな。もうちょっと、エンちゃんはね、厳選してもいいと思うんだけどね。ダメージ結構エグいよ。ダメージ、ボス戦でも全然使える。
さすがにね、怒りみたいにワンパンでガシンとはいかんけど、全然ダメージ高い。素晴らしいね。使えるやつだ。でも、旋風はいらない。旋風いらない。重力が欲しい。で、虚無もあんまりね、意味をなしてない気がするんだよね。一応ダメージは上がってると思うんだけども、それぐらいの感じだったらば、もうむしろそこを輝きにして、で輝きのところをガードストライクかな。まあ全然悪くない、使っていける装備だと思います。これはなかなかいいやつが出たんではないでしょうか。今後使っていく可能性はありますね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。